早急に天井ウテナを破り、バラの花嫁を別の誰かとエンゲージさせる必要がある。え？天井ウテナは金のガチョウではなかったのですか？ <笑>金のガチョウは金の卵を産むから価値がある。<笑>身勝手な人だ。それでどの駒を使うんです？ それがさ、今日の放課後、この木が切られちゃうって聞いたら、突然窓から壁伝いに枝にある小鳥の巣を助けようとしたのよ。なんかさ、梢って普段クールなくせに時々変なとこあるよね。暑苦しいからもたれるな。こっちの方が楽なんだぜ。もうあんな無茶なことしちゃダメだよ。お兄ちゃんが心配するだろ。 お兄ちゃんってば、私のことが心配？もたれるなって言ってるんだ。カバンここに置いたからね。すいません、先輩に荷物持ちなんかやらせてしまって。この子たちはどうします？連れて帰ったのはいいけど、どうすればいいのかな。とりあえずヒエのすり合いをやってみたらどうかしら。ヒエ？インコやブンチョウの餌の。あ、あれですか。塗る前でふやかしてすりつぶすの。 はい。ひなだから昼間は3時間おきにやらないと。はい、ああ、大変ですね。え、大変。<笑>珍しく話が弾んでるね。キュプ、姫宮さん、ひなを育てたことがあるんですね。いいえ。あれ、でも詳しいな。さすが動物好きですね。本当は親鳥に返してやった方がいいんだけど。あ、一人で大丈夫？ありがとう。 でも、せっかくあなたが来てるんだもの。可愛い妹は気を利かせて消えるわ。ごゆっくり。この手紙、あの人から。ああ、お前も読んどけ。母親からです。へえ、いいな、お母さんからの手紙か。 僕は両親がいないから、そういうの羨ましいよ。親なんかいらないわ。私たちは野生動物だもんね。悪く言うのはよせ。父さんも母さんもいつも僕たちのことを心配してくれてるのに。やあね、ムキになっちゃって。あ、ねえ、この庭がそうなのかな。え？ 何がですか？光さすには、ほら、ミッキーが作った曲のタイトルになっている。さあ、でも、あれはイメージなんでしょ？ミッキーと梢ちゃんは小さい時庭でピアノを弾いていたって、そう言ってたよね。そうですね。この庭なのかな？随分荒れちゃってるね。思い出ですから。そうだろうけど、僕はもっと。もっと、何だって？ さあ、何でしょうね。私には分かりません。お前は彼女のことをどんなふうに思ってるんだい？どんなって。あ、彼女のことをどう思ってる？言ってごらん。ティーカップ割れちゃった。 明夫さん、いませんか？
ああ、こっちだよ。なんだい？別に用があるわけじゃないんですけど。あれ？なんか兄弟水入らずのとこお邪魔しちゃったかな。邪魔だなんて。僕たち3人はもう家族みたいなものじゃないか。何も遠慮はいらないからね。家族みたいなものか。すいません、何かお兄様が押し付けがましいこと言っちゃって。ううん、そんなことないよ。僕は家族がいないから嬉しかったよ。本当だよ、秋代さんってなんていうか包容力があるよね。お兄様はそうですね、確かに大人かもしれません。私の親代わりですから。親か。ミッキーの言うように、お父さんとかお母さんはいつも子供のことを思っているものなのかな。それは遺伝子のせいでしょうか。シビアなこと言うね。すいません。謝らなくてもいいよ。世界の果てからまた続けて手紙が来るようになったな。あれほど嫌がっていた西園寺先輩が決闘したのも何か関係があるのでしょうか。トンガの動きが気になる。お兄様がどうしたって。天井ウテナを倒せ、君たちデュエリストのためにか。気に入りませんね。君たちのためにとかいう大人は大抵信用できないもんです。それは世界の果てに対する不信任案ね。そう解釈してもらって結構です。自分勝手な大人に利用されるくらいなら僕はもう決闘はしない。そう決めつけるのはまだ早い。世界の果てがどういう存在なのかは依然として不明なままだ。そうよ、もしかしたら足長おじさんみたいな人かもしれないわよ。ナナミ、早く変わってくれ。いやー。うん、母さんからの手紙にあったから。いや、僕も梢も反対じゃないよ。それは父さんの自由だよ。結婚式には出られそうもないけど、祝電ぐらいは打つから。え、誰と？いいよ、新しいお母さんってそういうのはいいよ。父さん？いいです、いきなり母親だなんて厚かましいでしょ。してるの？怪我したとかって聞いたけど。野生動物は傷の治りが早いのよ。ふん、いいけど、生徒会以外は夜間の居残りは禁止のはずよ。人と待ち合わせしてるの。こんな時間に誰と？足長おじさん、よかったら紹介しようか。結構よ。もうすぐ夜が明けるぜ。いつまでここにいるつもりだい？学祭が近いから指鳴らしです。何に苛立ってるんだ？別に苛立ってなんて。デュエリストを辞めるとか言ってるらしいじゃないか。ええ。だが君も一度はデュエリストの道を選んだものだ。奪い取ることでしか手に入らないものがあることは分かっているとは思うが。行き詰まったか。最近あなたの動きが怪しいと
ジュリさんが言ってましたよ。美しい音色だ。でも美しいだけではその美しさを維持することすらできない。おや、もう壁に当たったか。何が言いたいんです？君に会わせたい人がいるんだ。会わせたい人？ほら、聞こえてこないか。何がです？君の魂が本当に諦めていなければ、世界の果てを駆け巡るこの音が聞こえるはずだ。何を言ってるんですか？聞こえる。確かに聞こえる。何なんだ？さあ、我らと共にイザナを君が望む世界へ。こんなところで何してるんだ？もちろん、明夫さんとデートよ。ふん、まあ好きにすればいい。それより、理事長、僕に何の用ですか？ミキは姫宮先輩が好きなんでしょ？おい！いいじゃない、照れなくても。彼女が大切なら自分のものにしちゃいなさいよ。明夫さんが力になってくれるって。すごいのよ、彼は。お前は姫宮さんのこと嫌いなんじゃないのか？私はミキの幸せを願ってるよ。なんだよ急に。私はいつも自分の気持ちに素直なだけ。嘘はつかないわ。信用できない？そんなことはないけど。明夫さんもミキのために言ってくれてるんだよ。だって大人じゃないか。だから周りが全部汚れてたら自分も汚れるしかないじゃない。自分も汚れて欲しいものを手に入れるしかないのよ。欲しいものって。さんを決闘させたのはあなたなんですね。トーガさんも丸め込んで生徒会に干渉する。あなたは一体？世界の果てを見せてあげよう、君に。そうか、あなたが。曲がっちゃった？うん、大丈夫。この位置で固定して。うん。やあ、お揃いで巣箱を建てたの？戻ってくるかね、親鳥たち。どうしたの？今日の放課後、決闘広場で。そんな。かしら、ご存知かしら？お客さん、そろそろ潮時じゃないかしら。ねえ、こうなりゃ財布ごとだ。全部黒。よろしいですね。おっと、残念。赤でしたね。うわ。お客さん、ギャンブルはやったことないし嫌いだっておっしゃってませんでしたか？試しに1回だけって勧めたのはあんただろ。ちょっと待ってろ、今貯金を全部下ろしてくるから。いいかもだよな。世界中目、僕白く、世界中目、僕白く、修正と
ツエちゃん、その姿は。ミキ、いい、始めるよ。ウテナ様。うん。手高き思いのバラ、お願い、示して。世界を革命する力を。剣では僕の剣に勝てませんね。今日こそバラの花嫁は僕のものに。さらに腕を上げましたね。だけど、あなたとエンゲージすれば何かすごい力が手に入るんですって。すごい力ってどんなの？小杖、何してるんだ。私にもその力を見せて。小杖、よそ見してるとやられちゃうよ。喧嘩、ミッキーが急に決闘を仕掛けてきたのはなぜなのかな。さあ、だってミッキーはもっと。もっと何です？なんだよ。意気なし。目玉焼き、だし巻き、温泉卵。人には言えないちょっと恥ずかしいことって誰にもきっとあるよね。スクランブルエッグにオムレツで、七海のやつ一体何を悩んでるんだろう。卵の殻を破らねばオムレツは作れない。次回、少女革命ウテナ
七海の卵。絶対運命、目視録。